落ち合い、本塁打王と打点王を取れる人は最初から限られてる。数人の争い、首位打者は全員にチャンスがある。三冠王を狙う人にとっては首位打者が一番難しいわな。打点本塁打は積み上げやからまあそうなるな。本塁打と打点の二冠王は多いからな。ホームラン王5人で争う、打点王10人で争う、首位打者30人で争う、こういうことやろ？ホームラン王争える5人からすると首位打者争いが一番ライバル多い。まあ落合にとっては首位打者が一番難しかったいうことかね。やっぱ選ばれた選手いうことやな。落合、三冠王3回、首位打者5回、本塁打王5回、打点王5回。すごすぎる&美しい。落合は中日時代は三冠のうち首位打者だけは取れずに、両リーグ首位打者を達成できてないんだよな。1987年と1991年の2回、あと一歩で逃している。首位打者、最多安打、最高出塁、これ全部満たしたのって誰が最後やろ？内川かな。3割7分8厘の時の内川。大貞治、首位打者5、本塁打15、打点王13、長嶋茂雄、首位打者6、本塁打2、打点王5、張本勲、首位打者7、本塁打0、打点0、野村克也、首位打者1、本塁打9、打点王7、川上哲治、首位打者5、本塁打2、打点王3、山本浩二、首位打者1、本塁打4、打点王3。いや、狼、人外すぎんよ。たった1回のチャンスできっちりものにするのむさんすごいな。おかわりすげえ。落合5回、さすがやな。おかわり6回、レジェンドヤンケ、ノム9回、グーレジェ、王15回、数え間違いやろ震え声。こう見ると首位打者って意外とみんな取ってないもんなんだな。山本浩二でも1回なんだし。だから落合はそれを言ってる。首位打者はライバルが多いからね。その上で7年連続で取ってた一郎はすごいわ。首位打者はめちゃくちゃ運が絡む。卓越した高打者であっても取れるかわからない。逆にその中運によらず首位打者を取る一郎よ。やっぱ内野安打が重要なんかね。首位打者は左打者が圧倒的有利。内野安打の何本かでも3割3分以上になると響いてくるからね。正直内野安打は安打にカウントしてほしくないわ。内野安打を安打に入れたくない理由がわからない。内野安打は内野安打で技ありだと思ってるけどな。内野安打にできないのはスラッガーの鈍足のせいだろ。なんで俊足の選手がヒットにできるものをわざわざボンダー扱いにされるんだ。〇〇でも取れない首位打者、〇〇でも取れない本塁打王、〇〇でも取れない打点王、結局どれも難しいねん。落合がどう感じてたかは知らんが、打率は他と違って下がることがあるのが辛そう。オッチはまんまそう言っとるで、数字が下がらない方が簡単や言うてる。その一方で、ホームラン打たなくていいなら4割なんか簡単とも言ってるから、本塁打王との両立が難しいんだろうね。首位打者はアヘタンでも狙えるしな。打点やホームランはクリーンアップや強打者じゃないと無理やもん。ライバル数が違うのは納得。ホームランと打点は同じタイプがライバルだけど、打率はスタンド狙いながらセンター返しのやつの土俵で戦うんだもんな。